キャラクターデザイン 2D グラフィックを担当させていただいております、湯口かほと申します。テルミドールは完全なファンタジーフィクションではなく、歴史ものであるということで、キャラクターデザインをするにあたっても、例えばヒロインのアルマンディーヌの衣装を考えるときには、まず快活で理知的なヒロインというイメージがあったので、歴史上の、知的で、聡明な女性ポンパドゥール夫人の、緑のバラのドレスがとても素敵だったので、そういったところから、イメージを得て参考にしていたりします。また、主人公のレオンドルに関しては、これはフランスの義勇軍の、衣装をイメージしてはいるのですが、どうしても庶民の服装がベースになると、主人公としては少し華やかさが足りなくなってしまうので、こちらは少し私の考えでアレンジを加えるなど、まずベースに実際の服飾ファッションの歴史があり、そこにビジュアル的に華やかに見せるためにどのような工夫アレンジを加えるか、そのバランスにとても気をつけながら考えています。ゲームの世界がより一層魅力的なものとなるような絵作りができるよう尽力してまいりたいと思います。